おおお疲れ様です。す。いつもお世話になっておりますあのベロのねちょっと傷がねだいぶ治りが悪くってまあといってもね3日目4日目ぐらいなんですけどもだいたい1日2日で治るものかなと思ったんですけどまだ痛いですねで食事もうまくできないんでお腹が空いてる状態ですでアドバイスの通りこれね VCO やってみようかと思ったんですけどもいつもとちょっと違うんですよ しばらく使っていないせいもあるんですけども完全にねこれね液体になっちゃってるんですよねこれ湯煎して溶かさないと使えなかったもんなんですけどもこれ完全に素材が変わってダメになっちゃったところなんでしょうか液体ですよだから今お湯沸かしてるんですけどもこのまま使えそうなんでこれもしかしたらダメになっちゃってるところなのかなと思いますどうなんでしょうかはいじゃあ一旦失礼しますチャポチャポッと音が 液体になっちゃいましたね。保存が悪かったのかな。冷蔵庫にいるとどこ良かったんですかね。